ウィーバーフィリピンプレスカリー、そうそうそう、あんなに的確であんなスピードのカリー見たことがなくって、広渡辺先生が教える簡単護身術ということで、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうも、明けましておめでとうございます。ティンディーピョンピョン。いや、これ撮影は12月なんですけど、そうですね、明けましておめでとうございますって気持ちじゃないからやっぱ言わなくていいね。そんな気持ちになってないでしょ。なってない、なってない、なってないから、もう違和感あったもん、その言葉に。そうだね、うん、やっぱそういうのやめよう。そういうことはどうでもいいんですよ。はい、2024年の、まあ、動画ということなんですが、はい、我々の準レギュラーでもある広渡辺先生に、うん、来ていただいて、うん、今日学びたいのはですね、うん、フィリピン武術狩り。そうそうそう、あのね、俺がワイスチャンネルで先生の狩り の、 あのスティック の、 あの振り方があるんだけど、うん、狩り特有のね、うち、あのその先生のゼロレンジも狩りあるんだけど、稲川先生の、そう、けど俺、ヒロ先生の狩りの振り方見て、うん、あんなに的確であんなスピードでやの狩り見たことがなくって、ずっと言ってるんですよ、ヒロ先生の狩りがすごい、ね、ワンチャンネル見たけど何も引き出せてないと。そう、俺なら引き出すと。引き出せる。でしかも俺はやっぱり先生とヒロ先生と同じ、うん、骨使いだから、はい、あれ骨も使ってるんちゃうかなと思ってんだよね。あの、そのそうじゃないとあんな神速ならないと、うん、じゃあその狩りのフィリピン武術を、うん、解説してもらい、掘り下げていただきましょうよ、うん、でさらにその新速をちょっとね、うん、大谷にも見てもらいたい、視聴者さんにも。いや、見たい、視聴者さんにそれを伝えましょう、はい、伝えましょう。じゃあ広先生お呼びしましょ う、 しましょう。先生、今日はよろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。どうも、はい、どうもです。明けましておめでとうございます。いや、広先生、あの坂口がですね、はい、先生のその狩り武術を魅了されちゃいまして、はい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 、今日ちょっと教えていただきたいなと。わかりました。そういう企画でございます。はいはいはい、カリって皆さん言ってますよね、はい、カリって言葉はフィリピンでは通用しないんです。エスクリマ、エスクリマ、もしくはアニスって言ってください。はい、あの1940年代にフォロロ・ビラブリアっていう先生がハワイに移住したんですね、はい、でその時にカモットのカとカモットって手、はい、それからリホク動き、はい、まあ要するに手の動きイコール身体の動きの複合語でカリっていう名前をビラブリエ先生が初めて作って、はい、でそれをイノサント先生が学んで僕が学んだ、はい、だから、うん、まあ、カリって言葉がね結構広まっちゃった、はい、特にアメリカ、はい、アメリカで、はい、まず軽くその神速だけ見てみる。もういきなり、うん、じゃあちょっと見せてもらいたい。その道を極めることができた 1% の選ばれし存在、それが 1%。アクション俳優が訪れた無人島にはある秘密が隠されていた。奴らは殺しのプロだ。プロにはプロの技を使う。最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者。ワンパーセンター。それで今日たくさん武器を持ってきてくださいましたね。まあ、はい、ほんの一部です、はい、一部、はい、元々スペイン人がまあ統治した時にエスパダイダガー、エスパダっていうのはこういう剣を言います。これは切れないですよね。切れないです、練習用の練習用やつなんです。で、ナイフのことはダガーって言います、はい、でこれが、ね、エスパダイダガー、うん、でこれを当時のフィリピンのその人たちがこのバッと、これよく見ます、よく見る、はい、これカンカン竹でやっ竹で作られたやつですね。ラタン、ラタン、トウノキラタンです。硬いですよ、まあ、みんなこれで練習してる。これでやる、うん、で、木の種類でもあのこれは鉄木の、はい、思い切り方です。だからこれはこういうのだと軽いんで、はい、跳ね返されちゃう時もあるんですね、はいはい、だけどこれ重たくて硬いからしっかりとガツンと、これ一本だったらこれでパーンってしっかりとブロックできて、そこからディスアーミングしたり、うん、投げ持ってったり関節取り持ってったりできるんです、うん、でも先生今日これだと足田の腕が粉砕されるんで、で危ないんで、はい、僕ら練習であのダガーはこれを使うし、ゴム、ね、スティックはこれこうゴムですね、ウレタンでしょ、芯、はい、はちょっと硬いけど、はい、そうこれだとね、ほんとほら全然ほら、うん、痛い、それでも痛いわ痛くない。先生、こちらの防具も借りていいですか。これ剣道のやつですか。これね、実は剣道のコテなんだけど、はい、珍しいんで、これ5本指、うん、本当然今は製造されてないしね、でこういうのつけてスパーリングやるんです、これなら安心ですね。いや、今日はもう安全を考慮してやりたいんで、うん、あの完全防具にですね、ゴムのやつで、うん、先生、よろしくお願いいたします。そう、はい、
完全防具でございます。かっこいいね。本当に芦田ですか？はい、あ、芦田だね。芦田だね。で、ちゃんとこの防具もね、はい、5本指の防具、珍しい、はいですね、つけておりますので、はい、じゃ先生、お願いします。おお、おお、視聴者の皆さん、これ今早回ししてないですから。先生、俺が見たのは明日じゃなくて、あのこっちとこっちやってたやつですけどね。先生、ちょうどつけてるからいいかな。いいかなと思って。早くあの僕が見てやっていくとどういう感じなんですか？動き的にコール、はい、3、4、5、はい、うおー、おー、早いでしょ、ね、早いね、面白いよね。これはタクちゃんはじゃあこのワインチチャンネルで見たわけ？見た見た見た。もっと長い感じでね、うん、先生確かこの上と下だけで高速でやってましたよね。タタタタタっていう感じで、そう、それで、うん、あ、今どこの攻撃が先でどうなってるんですか？1、2、3、4、顔面を4つ殴ったんですか、先生？そう、こう打ってるから、パターン的に、はい、こっち打って、はい、こういうのがあります。はい、1、2、こうカウント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 、はい、これ当然下に、こうカウント、はい、これが上下、上、下にもなるし、はい、下上下上、はい、こうカウント、いろいろ変化できるんです、コンビネーション。そのね、技術をもうちょっと細かく教えてもらって、打ち方からまず習いたいですね。やりましょう、はい。タクチャンネル。じゃあ先生、それ坂口に教えていただけますでしょうか？まあ、いろんな種類があるんだけど、はい、でもさっきのこの方カンプで1、2、3、先生、これ簡単ですね。これ女性でもできるんじゃないですか？だって女性のエスクリマだとかアニサってる人って世界中にいっぱいいますよ、はい、あ、じゃあ女性の皆さん、護身術ということで、この棒、そこら辺に棒切れあったら、はい、木の枝かなんかとそれでこうやってこうやればやばいんですよ、こんなちっこぐらいのちっちゃい子供でやって、あ、じゃあもう今日はね、広渡辺先生が教える簡単護身術ということで、ね、女性の皆さんも枝があればね、はい。でまず考えがいろいろあるんですけど、はい、基本的にまずエスクリマのやり方で教えます。はい、ありがとうございます。と、これでこういう状況で、こういう三角形のフットワークを必ずやるんですよ。エスクリマに。じゃあ、これ、はい、トライアングル、トライアングル、これはメールトライアングル。はい。今度はフィメールトライアングル。こっちでこういうフットワークをやるんですよね。これができないですね。じゃあまずこのステップから学ぶ。ステップと同時に振り方もある、はあ、振り方だけはもう、はい、あの普通にこうやって立って、はい、これで1、2、3、4、1、2、3、4、そう、ここから入るんです。はいはいはい、僕もここからやらされたんで、それからステップを踏んでやるっていう、まずは、うん、この、 あのコンビネーションだけたくさん覚えてもらえば、はいはい、ここのこういう構え、はい、構えで右左、はい、右左、左ですね、はい、じゃあたくちゃん、うん、1、2、3、4、うん、ちょっとやってみてください。好感度を覚えやすい、すごい覚えやすいですね。1、2、3、4、その通りです、その通り、そのでここで一つたくさん教えたいのが、はい、剣術のつばめ返しをやるときに、はい、こうしたら一旦止まるじゃないですか、はい、止まります。でまた力をスタートしてこうするじゃないですか、はい、でその時に、はい、足首の利合っていうのをうちは使うんですけど、はい、もう直線に近いメビウス、はい、直線に近いメビウスだと、はい、でここからこう切ると、はいはい、はいはい、これ止めてまたこうじゃないですね、今のは行くと、はい、力を一旦止めてまた発生させなきゃいけないんで、はい、タイムラグ起こるんですよ、うん、でこれがメビウスのリアルですね、スーッて流れるようにスーッ、うん、スーッとこれ、うん、
ップの利害を僕は入れてるんで、だから骨の軌道。なるほど。だから分かりやすいっすわ先生。はい。来た時にだからここをキュッと折ることによって股関節、はい、この動き見えないでしょ。見えないです。キュッと折るとここに全部起動してくるんです。はいはい。で全部起動し最終的に体を骨に入ってくるんで、スピードができる。はい。だからこのスピードなの。このスピードなの。腕だけで。だって腕で打ったってこう。うん、そうですね。この軌道のこのキュッと折るから、メビウスの輪か、うん、なるほど。そうだからこれがこう、これがこっち行くじゃないですか。はい、行きます。行った時にここからの連動でキュッってで、ね、これが始まるんですよ。チョンチョンってことですね。そう、これふん、だからこれがスッ、ここで折るんです。はぁ、すごいですね。だからここでキュッってこういう感じ、はい、ほぉっていう感じ。こういう骨の軌道の仕方はフィリピン武術にはない。これ日本の。だから先生の早く。そう。やっぱさ、こうグッグッってこうみんな止めてやると思ってたけどね、そうじゃないんだよって、延々とこの無限の輪になるんだよっていう。八っていう字を横にしたみたいなね。だからそれをあの今先生でこの腰の骨の軌道を骨の軌道を使うんだ。骨の連動性をどう起動させるか。そこにはこの丸い円の力が大事。はい、これ筋肉じゃできない。できないですよね。それが古式ですよね。これ古式、うん、これは日本の古式です。日本の古式、日本の古式はこれがあるんで、これを僕はフィリピンの武術に、うん、このバストンの使い方で取り入れる。100チャンネル。じゃあ先生、これ今その正中線ってない場合は、ただ例えばこれでこういう形で、こっちにこうしたりこうしたりこうって動けば、はい、なかなか狙いづらいし、はい、でそれでステップが生きるんですね。さっき言ってた、このスタッフが生きるわけです。はい。ちょっと待って。痛い？大丈夫？大丈夫です。本当に大丈夫ね？大丈夫です。じゃこれでやって。ああ。ちょっと今の大田がはずやったか分かる？今フォーカウント。フォーカウントだよ。はあ。しかも的確にですね先生。もう来た時ここでもいいし。うん、はい、これがこう入って突きでもいい。あ、突きでもいいんですね。初っ端はついて、はい、これをついて、はい、打って突くっていうパターン。突きも入る。突きも入る。突きも入る。これはやばいんですよ。これがだから突きだったら、ほら、本当ですね。はい、これナイフでもできるわけ。だから先生、あのダガーでもできるってことですよね。だからこのさっきのこの方法とこのサイキュラーの方法で。はい、ほら、うん、スーッと一緒に回り込んでるじゃん。なんか確かにさすまたを先生が叩いてる時にはステップの大切さわからないけど、こういう風にするとステップがいかに大切かわかりますよね。はい。じゃあ初心者の女性に教えるのならば、初心者に女性に教えるんだったら、はい、まあ、ちょっとダガーを持ってもらって、この時一番ベストなのはこれよっ、パンッと巻いて、が近いんでサンッやっと痛いじゃないですか。はい、痛いですね。うん、もうこれだけ、はい、ツーカウント。ツーカウント。例えばこれやって、サラン、おお、はあ、あとは1本だけだったら、サラン、うん、もしくはこれ待ってて、来たと、うん、これアバニコっていう技。それ簡単かもしれないですよね。これ実践でスクッと使えるし、うん、簡単。バン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 、うん、一本で、うん。これなら女性でも。できるできるできるかね。難しいと思うけどね。はいはい。スパーリングってほら、はいはい、わかりますわかります。ちょっと女性の気持ちで明日ちょっと刺してきて、ね、ちょっと俺も本当ヒロ先生が言ってるのは本当がやってみる。再現性がないとダメなんで。そうだね、ヒロ先生だから軽くできてるように見えてるから、で坂口拓だからできてるようにも見える。じゃあちょっと女性にな感じ気持ちである、はい、初心者ナショナルチャンピオン習った時には、はい、ここに手にあると、はい、逆に刻む、はいはい、回せって回して、こっちに回したり、こっちに回して、シャンって打って、はい、こっちに回して、シャンって、はい、わかりました。ちょっとやってみます、はい、レディーの女性よ、はい、初心者よ、はい、明日本当に刺してきてよ、はい、ちょっと待って、ほら女性じゃねえな、できた。じゃ初心者、女性これ今、坂口拓がやっただけなんで、けど今、あの女性の気持ちでやってたよ。いやいや、あまりにも早すぎた、うん、そんなに早く動けるかって。リーチの問題があるんですよ。あ、はあはあ、こっちの長いじゃないですか、はい、ほら、あ、確かに、はいはい、だからついてきたら引きながら
叩いてるんです。引きながら叩いてる。怖い怖い、やめてやめてって言って、バーンってこう叩けば、もうリーチで勝てるの。今のならできるわ。今のなら俺でもできる。できた。怖い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 って言うわけですよね。けどその叩き方だったら多分ナイフ落とさない。落とさないから。あ、その叩き方は練習しないと、はいはいはい、やっぱ練習しないとダメですね。こういう武術格闘技は練習してなんぼのもんだから、ある程度の期間は練習してほしい。じゃあ先生、それどういうふうに叩き方、女性の人を練習すればいいですか。一つは縦、はい、縦はまあここがある程度、はい、でこれは当たらない場合はだから斜め、はい、あ、斜めで反対に斜め、はい、でこれだからこれに対してこうだから、はい、あるんですよ、ほら、はい、これよりも、はい、だから、当たるんですよ。あ、この1,2,3これだけまず覚えて、はい、あとなんかもっと他に振り方のコツ。あ、だけど、うん、その太田、またしつこいようだけど、うん、来年、うん、まあ、皆さんはもう今年かもしれないけど、ヒロ先生と骨の、うん、セミナーを2人でやるんだから、ね、骨をやるってことはどういうことか分かる、はい、女性でも力強い力を生み出せるってことだからね、骨は、はい、スピードも出るし、スピードも出るから、そのための本日は女性のご人生ということで、女性の方に学んでいただきたい、うん、そのための動画でございました、はい、2024年はですね、こういったあのセミナーの方をヒロ先生とこう組ませていただいて、骨を、やっていきたいなと思っておりますので、はい、ということでこのチャンネルがいきなり締めるんですね、はい、はいはいはい、思った方は高評価ボタンよろしくお願いします、はい、そして今年ね、さっき言った通りこの骨のセミナーというのを、いや、いかにやっぱ大切かっていうのを、はい、やっぱりヒロ先生と共に、はい、伝えていきたいと、はい、本来の日本人の身体操作、はい、普及させたいと、はい、ということで、はい、お世話になります、はい、はい、ということで今年もよろしくお願いします。ヒロ先生もよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆様ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。